教皇フランシスコは東日本大震災の被災者と面会しました。Muchas manos deben juntarse y muchos corazones deben unirse como si fueran uno solo。被災地の現状を聞いた教皇はスピーチの途中で祈りを捧げ、この国の人々の魂をもってすれば必ず果たすことができますと被災地の復興を強く願いました。また福島第一原発事故に関連して、立ち止まり振り返ってみることが大切ですと述べ、技術の進歩に過度に依存する姿勢に懸念を示しました。